トゥースあってオードリーになっちゃった、春日になっちゃったまあ今回も、また動画の方やっていきたいと思います。でね、また結婚相談所の人とかが、まあ上げてた内容にもちょっとあったんですけども、なんか女の人に受ける趣味とかね、男を受けする趣味だとか、なんか趣味のね話っていうのをしているのがあって、でまあ婚活パーティーとか、お見合いでも、必ずね住んでるとことね、年齢と、趣味で必ずね聞かれるところですね。休みの日は何してるんですかと、まあ、余計なお世話なんだけどねまあまあそうじゃないと話がね、続かないので、まああとはね、その人がどういう趣味をしてて、どういう普段ね過ごし方をしてるのかなというところではね、非常に目安になりますんで、でなかなかねこのね、自分が実際にこのプロフィールに趣味を書くときっていうところに、あんまね趣味がない人はね結構苦労すると思うんですけども、でまあ趣味によって相手に嫌われるとか、なんかそういうことをなんか悪い印象を持たれるとかね、なんか語ってたらしいんですよね、そのね動画で。だけど俺からしたら別にね、相手の趣味どうのこうのってね、いちいちうるせえよっていうねところもありまして、いいじゃねえかと、その人が好きでやってることをいちいちああだこうだとかね、何癖をつけるとかっていうのは、そういう相手であったら逆にそんな人はもう選ばない方がいいです。いちいち趣味とかでね、相手を判断するとか嫌ったりするっていう、ね、心の狭い人なんかとそんなの先々一緒にやったってうまくいくわけがないので、で趣味によってはね、そのお金が使いすぎたり、ね、金使いすぎてその生活が成り立たないんじゃないかとか、そういうふうな心配する方もいるんですが、おのずとそういうお金かけてる趣味の人は結婚すればやめたりするんで、まあ稼ぎがあれば全然続けられると思うんですけども、稼ぎがない人で金のかかる趣味をやっているっていう場合だと、大体がねやめてったり回数を減らしたりとかっていうことをねやっていくはずなんで、特に自分なんかもスノーボードとか書いてますんで、釣りとかね、釣りも結構ルアー1個1000いくらとかするわけで、 かなり高いんですよ。で魚にねブチって糸切られて持ってかれちゃったら1000円パワーになるんで、本当にね、で釣り竿なんかも5万とか6万とかの竿、まあ2万3万、自分の2万円台の竿と、5万円台の竿を1本ずつ使ってたりするんですけども、リールなんかも1個2万いくらとか、そういうのもねやったりカスタムしたりとかやってるんで、結構金はかかってます。ただねやっぱりそういうのは結婚すればおのずとお金のかかるものというのはやめていくっていうね、全くねやめるわけでもなく、その回数いかなくしたりとかっていう風にやってったりね、まあ、買っていた、まあ、パーツ類を控えたりとかっていうのをやっていったりしてますね。だからまあ今ね独身のうちだったので、一応去年もねボードの板買ったりとかはしてましたけどもね、まあ5万円台のもの1枚、買ったりということで、まあこの間ちょっとねファンスキー、短いスキーの方をね全部一式買いました。靴と板とも買っちゃったりはしてましたけども、もう本当にね結婚するんであればそういうのも数を減らしていくというふうにはなります。でやはりそのどうしてもこう言ってても、趣味によってやっぱり相手に持つ印象っていうのかな、いい印象を持つ悪い印象を持つっていうのはやっぱね、まあ、しょうがないのあるんですよね。で俺も後からねゆうさんの方に話を聞いたところ、最初自分のね、お見合いの時にね何人かのその申し込みが 4人申し込みがあって、それぞれほらプロフィールがあって趣味があってというところで、やっぱりこの年齢的な部分ではまあ俺かなというところで、まあ仕事もちゃんとしてるし、で趣味のところを見た時にやっぱ迷ったらしいんですよ。スノーボードとか書いてあったんで、やっぱりボードやってる人はチャラいっていうイメージがなんかやっぱりあるみたいで、まあいろんなねオリンピックに出てるスノーボードの選手とかがなんかちょっとねこう浮ついた発言をしたりとか、行動言動が軽かったりとかっていうのがあって、イメージがね悪かったようで、なんかこの人遊んでるんじゃないかなっていう、遊び慣れた男のイメージみたいなのがあったらしいんだけど、まあでも会ってみないとわからないしっていうことで、やっぱり躊躇はしたらしいんで、趣味によってはそういった毛嫌いされるっていうのもやっぱり考えるなきゃなんないのかなと。ただね、まあ一番簡単なのはあんまり書かないという、無難な食べ歩きとか映画鑑賞とかね、まあまあツタヤで
DVD 借りて見るぐらいとかに、ね、しとけばあまり大嘘はまずいと思うんで、あの本読んだら何の本作品が好きですかって必ず聞かれるんで、だからまあまあ普通にそこドライブとか、ね、そういう形にしとけば、突っ込まれても、問題ないのかなというところ、食べ歩きとかねしとけば、で大体女性なんかあのカフェの食べ歩きとかスイーツの食べ歩きっていうのね、あの美味しいものをレストラン食べに行くっていうのは大体好きですから、その辺は書いててもいいのかなというところではありますね。で逆から言わせてもらえれば、最近あの婚活のプロフィールね、まあ、女性のプロフィール結構見て今どうなってんのかなぐらいのを見る感じではやってはいるんですけども、まあ動画のためにもね、最近思ったのがそのホットヨガをやってる方が多いですね、まあ年齢的な部分もあるのか、あんまり20代の人はそう帰ってはなかったような気がするんですが、その埼玉の婚活アプリの方では30代40代の女性があのほとんどに書いてあるのがあのホットヨガ、別にこれはいいですけど、やっててもね、なんだかよくわかんないんだけど、あのなんかあまりにも書きすぎてると、まあ聞き流す、なんか流す程度かなっていうところで、気にはちょっと一瞬なるけども、なんかみんな書いてんなみたいな、無難なのかなぐらいの印象なんで、マイナスではないですけど、意外とねちょっとね微妙なのが、あのディズニー好き、あのこれこのキーワード一番ちょっとね要注意した方がいいんじゃないかなっていうところあります。あの男であんまりディズニー好きって正直自分の、まあ、周りの30代40代の、友達とかだといないですディズニーランドわざわざ行きたいなんてやつはいないんで、まあ、今のね20代の子はわからないですけども、やっぱり混むというイメージね、混んで待って遠いというね、もうなんだろうね、もう、非常になんか気楽に楽しめない地域というか場所というかで、まあ、高いしね、入園料とかそのパスポートの、ね、代金とかも高いし、で運転するのもね遠いし渋滞するしで、あの正直あの避けます避けます。で前にあのユウさんと会う前にやっぱりその婚活アプリでも、婚活のパーティーでも女性がディズニーって書いてあるんですよ。あのそうするともうやっぱり無類のディズニー好きなんで、そのいろんなねこういう耳をかぶって園内を徘徊するっていうのがね、その雰囲気を楽しめないと、一緒に楽しめる男じゃないと嫌だとかいう人もいるん で、あと毎週ディズニーランド行きたいとかね、毎月とかねもう定期的に行きたいと、年間パスポートみたいなの買って、行きたいとかっていうと、もうねえれい迷惑っていうかね、あの正直あのまあ俺はあのもう勘弁って感じで、本当にねあの豊島園とかあの富士急ハイランドレベルでいいかなと。で富士急ハイランドもそんなにはね毎回行きたいと思わないですから、その半年に1回とか1年に1回とかで、ね、十分な感じなので、まああんまりディズニー好きってなんだろうね、女性からすると私可愛いでしょみたいなところもあるのかもしれないけども、男からしたらねへって感じなんだよねふって感じで、全然可愛いとも思わないし、いや逆に迷惑に感じたりはしますね。これはあくまでも俺の意見なんで、まあ他の男性の方はどうかわからないですけども、ディズニー好きちょっとね要注意かなっていうところがありますね。まあまあ趣味の中でねそのディズニーって書くのもいいんですけれども、男からするとちょっとね引いたり、あそうなんだぐらいで流されて、実際だって毎週連れてけってなってみてごらんっていうね、男の人ねよく考えてね、あのそんなディズニーごときでガタガタ言うなよっていう方もいると思うんですが、あの大変だからね本当に2人分のお金とね全部お昼代から交通費だよ、あの高速代とかね、まあ電車で行きゃいいやっていう人もいるんですけど、電車だとめんどくさいからね、いろいろ電車だって高いからね埼玉から行きゃ、ね、まあそういうのはちょっとなっていうね、お土産もね結構高いし、同じクッキーでも1000円超えたりとかね、たかがクッキーで1000円超えですよ。まあ、そんなケチくさいこと言ってもしょうがないんだけど、まあまあそんなこともあり、あとはそのゲームとかゲーム好きっていうのが微妙だなっていう、お互いにそっぽを向いてゲームやりっぱなしとかね、まあ両方が好きであればね何でもいいと思うんですよ。アニメゲーム好きとか、オタク系の趣味っていうのもね、みんなオタク要素は持ってるわけですから、自分なんかもあの車、あの本当にあの昔は車好きで車オタクだったんですよ。まあ走り屋というものをやってましたんで、まあオタクみたいになるものは持ってますんで、みんなそういうのは別にいいと思うんですよ。
まあ、だからあとはね、その相手の女性がどう受け取るか、相手の男性がどう受け取るかっていうことだけですんで、だからまあまあ、無難な趣味だけ、そういう時だけは書いといて、実は後からね、後から実はこういう趣味があるんだっていうふうに言ってしまえば、問題がねえのかなっていうところは思ってますね。だからまあまあ、当たり障りのないところから攻めていって、いつか本当の自分を話すっていう方の方がいいんじゃねえかなっていうふうには思っております。まあ、あんまりね、これね、になるかどうかわかんないですけども、これから婚活とか始める方は、普通に無難な趣味を書いて、普通の話で盛り上がって、いつかカミングアウトをすると。ちょっとマニアックな趣味がね、ある人はね、そういうふうにやっていけばいいんじゃねえかなというふうに思っております。それでは皆さん、ごきげんよう。